ベッキーフィルター。はい。ベッキーさんが言いそうなことね。はい。ツイッターとかに書きそうなことをね、はい、募集してますよ。はい、えー、ラジオネームマザーズミルク。昔々あるところにね、3匹の小豚がいたの。その3匹の小豚紹介するね。一番お兄さんが大人なウェンツ。二番目のお兄さんが真面目なジョイ。三番目の弟が少年のアントニー。3匹の小豚はそれぞれのお家を作ることになったの。 大人なウェンツは藁の家を作ることにしたの。真面目なジョイは木の家を作ることにして、少年のアントニーはレンガのお家を作ることにしたの。すると、マグロのアケミが、パトリオットミサイルで3匹同時に始末したとさ、<laughs> みんな平等やる気元気べっき最低なのこいつ。<laughs> マグロのアケミマグロのアケミ。<laughs> 誰のながら、ね、ですね、マグロだって噂がありますからね。<laughs>